ここで一つ裏話なんですけど、乳首対策の末にこの洋服になりました。もうなーりけん、後ろにも顔ある。ノーガードなんよな、セロス殺意がむき出しだったね。これはもうね、あっぱれです。一番意味が分かんないのが、灰谷先生がブリーズのメタルでお前と戦ったら勝てるからなってゼロスにずっと言ってた。まあ入場シーン見るか。それでは参りましょう。本日の出場チームの登場です。チーム新人。ちなみに対戦中一番盛り上がったのはこのチーム。やっぱシンジのコンセプト通りになったね。駒投げが当たるたびにすごいボカーンってなったよ。手が伸びとんぐり嵐も呼んで、しゃがんで待ったら準備完了。来たぞチームドンピシャー。中堅アリケン副将セロス。ここで一つ裏話なんですけど、ワンサイズでした。ワンサイズだけでした。コクニーもシンジも俺もピッチピチの状態で来てたんだけど、さすがに俺のピッチピチのレベルが違かった。でもうこれ別その腹出しながら出てもよかったんだけど、やっぱりここのね、乳首が透けたらまずいということで、でなんなら中の T シャツ着た状態でも透ける可能性があったので、このタオルを巻いてるっていう。乳首対策の末にこの洋服になりました。もうずるい。みんなさ、シャツ1枚で着てんのね。俺だけさ、一番太っててさ、一番汗かくのにさ、中に1枚着てもう1枚着てタオルも巻いてたからさ、もう超暑かった。でまあ一先の試合がちょこちょこあって、俺ちょっとさ、俺見たいところがあるんだよな。なんかさ、 DM で DM かなんかでさ、なんかプッサンがさ、俺の後頭部にもう一人アリケンがいるみたいなこと言ってるみたいなのが来てさ、ちょっとどのシーンか見たいんだよな。これだ。ほんとだ。おい、ほんとじゃねえかよ。ほんとじゃねえかよ。来た、ちょっとプッサンのこれ見ていい？アリケン、後ろにも顔ある。それにしか見えない。そんなハンマユージロみたいな。すごい。まあ全部見たら長いから、自分の試合だけ見るか。まあゼロストバーサスてか、俺今回ゼロストにしか勝ってないんだよな。でもやっぱね、ゼロストとはね、さすがに戦いすぎてるね。さすがに戦いすぎてる。お互いその人読みで削ってる部分はある。まあでもこれはこのめくりはなんかね、運が良かったね。まあ、淡々と勝ちまして。でもね、いやこれね、これ解説していいですか。自分やっぱスクリームで範囲が飛び落とされて負けたから、遠距離で龍側が前に歩いてくれる戦い方にしようってことになったのよ、カジュと。いやでもね、布団ちゃんが動き変えてきたんだよな。対応しきらんかったわ。うわー、でこれコパー暴れが大ごつに引っかかったんだよな。俺ここでね、日和ります。もう鮮明に覚えてる。俺こっから日和る、ね、ほらもうここら辺腕伸ばしてないでしょ。いや何の圧もないんだよな、うん、俺の動きに対して。やっぱそのこういうジリジリになった戦いになったら、本来は龍側がゲージなくなっていくんだけど、もう完全に腕を伸ばすことを日和ってるね。いや、 やっぱ一本も落とせないっていうので負けちゃったな。俺の心が弱かったこの試合は。で布団ちゃんも、マジ偉かったなこれは。でこのあとおぼに引き殺されるから俺。いやこれも結構悪夢だったな、おぼ戦。いや完全にね、一先の焦りが。まあ、まあここはしょうがない、しょうがないってなった、さすがに。でこれね、おぼがね、ちゃんとテレポ対策してきたんだよな。いやでも最終ラウンドはマジで引かれた。これマジ引かれた。ハリケンたちも取れて画面端に持っていった。ハリケン好き止まらねえの、止まらん、ノンストップの。いやこれマジもう全部の全て噛み合った。バーンアウトのハリケンダルシム、インパクトが来ると終わってしまう。宇宙コブルダメだぞ。
いやここねインパクト読み、インパクト読み読みの駒投げなんだよねこれ。でこれはね飲まれたね、一先の悪夢に飲まれたね。強かったオボもちゃんと対策してきた、ね、でいろいろあって3位決定戦を見たいけど、ちょっと見たいんですけど、ちょっと最終戦だけ出た。ここ俺これミスったんだよな。選ばらば選ばあうんでもねごめん、でも選ばな、あ選ばなかったことをよかったって思わせてあげる。ここ普通にリーサルミスった俺、コメントリーサルミスりました、恥ずかしかったです。ここは飛ばします。これね俺マジでプッサンにアドバイスしたかった。プッサンやっぱね投げと打撃のタクとシミのバランスがいいから、さっさと通波貯めて弱サイハ打ってラッシュで触ってる方が具合良さそうだったんだよな。だそれをね言いたかったんだよねプッサンに。でもねこれの次の試合ねプッサンね、あのその動きができて勝てたからね。いやでもねレン君もねなんかね端とかでのねコンボが伸びててねめっちゃいい JP になってんだよな。ちゃんとその端の JP がダメージを取れるセットプレーとかが増えてたんだよな。そうそう、この動きね、弱サイハーをラッシュで追いかけて、そうこので端で仕留め切る。プッサンここの読み合いマジ強えんだ。俺でもやられる読み合いだからねこれ。 CR カップで俺やられたから、この読みの鋭さに。これは無理だね。いやでもそうだ、でもねでも貯めた方が絶対ね、絶対いいことはね生まれるんだよ。いやでも最後のあれでここ、あのね生じゃがなんだろうな、もうなんかあるんだよ格ゲーって。マジで目に見えない何かがあんのね。動き悪くないし内容も悪くないのになぜか勝っちゃうよみたいな、得体の知れないものがあるんだけど、もうそれが常に生じゃにあったね。で別にドンさんの動き全然悪くないんだよ。ほらジャスパも取ってカウンター確認もしてなんだけど、こっからやばい。ここもねドンさんはこれ、まあ、裏話でんだけど、吉山さんって結構あのアシスト大パンから中ナックル、ワンボタンナックル、あのブラスト球波動が多くて、それってインパクトかくるんだけど、ドンさんはそれをクルー読みでインパクト打ってんだけど、なぜか打撃傘にしてるっていう、中大の打撃傘にしてるっていう。いやー勢いがすごかったね。生じゃはなんかもうヒーローみたいになってたな。で俺はもう本当に死んでも負けれないなって思ってた、さすがに。いやこれねゼロストもねずっとねズームパンチに技合わせようとしてるからちょっと打ちづらかったね。もうハメコさんが全部言ってくれる。これもこれ落ちないんですかって俺は思ってた。ふざけんなよ。ゼロスト、これね、これね皆さん分かりにくいと思うんですけど、ゼロスト偉いんですよ。これ相手の背中が地面についた瞬間低空テレポートで壊し出して投げるのか、投げるか打撃いけるんだけど、ゼロストそれ知ってるからコパで暴れてくるっていう。詐欺飛びってみんなさセットプレーでできて安定するじゃん。でもダルシムの詐欺飛びって相手その大ブラストが当たった時に相手の背中が地面についた瞬間にワープを低空テレポで出して壊し重ね、だからもう安定しないのよ。これはもう正直でこのゼクソ、これマジガードしとけばワンチャンあったんだよな。俺手離してたんだよなこれ、ゼロ竜巻。うん、これはボンチャン戦でもやったやつだね。これを知ってる人は読んでバックジャンプして一回避けるっていう動きが、まあ、対策になるから。ここよここ、いやここマジでこれすごかったよ。後ろから見てたけど、そうもうセロスの指がマジこうなってんの。人棒でほんとこんだけ震えてたの。でもセロスは気づかなかったって言ってた。いや俺もう正直ねえけど、うわ、タイジさん、やべえ、もう全部読み合い通すやんってなってた、ここ。
いや俺もうここでうわやっぱタイジさんにはかなわないかってなってた。ちょっと信じてたけどタイジさんやべえなって気持ちにはなってたね。ダッシュしていく。タイジはもう空対空決めてますね。いやもういやそうなんだよ、もうノーガードなんよなセロス。いつもと動きちげんだよここのセロス。殺意がむき出しだったね。攻めるの？投げていく。まだ巻いてるかい？どう？マジ？なんという読み合いの強さ。ただこれどうだ？ガードしてんだよね。いやここでセロスもね取り返したけどね、淡々と置き攻めが、てかセロスがガードしねえんだよマジで。いやここな偉すぎるよな見てんの。玉抜けこれ通ったのでかいマジで。こんな見えないよね。いやここもう緊張です。これよく逃げたマジで。やばいよなフルセットフルラウンド。いやわかる、開幕のインパクト通った時点で俺もあ勝てるわこれってなったてかみんななった。ここでスカシゲ団行くんだよね確か。ここでスカシゲ団選択できるのやばいだろ。でもタイジさんうまいんだよなこっから。うわいやーここだー。こっからセロスやばいよマジで。3秒ぐらいでバーンとするからこれ見とけ。3秒ぐらいでバーンとするこれ見てて。はいもうバーンと。これもうねやりいってる。うわー持続中断。うわ空中くらいもちゃんとケアしてる。これはもうねあっぱれです。強かったこのチーム、このチームすごい強かったっていうのがありまして、皆さん応援ありがとうございます。セロスもねセロスの目に涙。でもこの後打ち上げで行った居酒屋でセロス、ゼロスと俺でずっと喧嘩してた1時間ぐらい。あいつのバロランとはゴミだの、ロルはカスだの、あいつは悪いやつだのっていうのでずっと喧嘩するっていう。なんかゼロスが俺と殴り合いしようぜって言ってきたから、いやおめえと殴り合ってもつまんねえからおめえなたまでいいよって言ったら爆笑してたね。あそうそうそう、でどっちが悪いか論争で俺が負けた。そう俺が普通に LINE 越え発言をしてたゼロスに対してみんなの前で謝ったこの度はすいませんでした。でも謝った後ゼロスター俺にプラチナさんのデブっていう悪口を言ったから、総合で言う見るとあいつの方が今悪いね。一番意味が分かんないのが、灰谷先生がゼロストのことをずっとブリーズのメタルでお前と戦ったら勝てるからなってゼロストにずっと言ってた。ブリーズのメタルだったらお前と絶対勝、曲げないって灰谷先生がなぜかゼロストに勝つ宣言をしてた。なぜかね。でもあのブリーズのメタルは今塞がれてるからできませんよってなって、あのどこが戦いをできるダブルドアがあるところを探すっていう、もう本当もうめっちゃ楽しかったよ。カジもいた。カジは俺がカジいっぱい食べるよねっつって、うん食べますよとか言ってたから、俺がじゃあって思って、唐揚げ2人前、せせり2人前、お刺身3点盛り 2人前とか頼んだのね。俺が食えるなら行きましょうよって。そしたら俺の横に座ってるリジェクトの人が同じテーブルだったんだけど、その人も俺が食べる読みで全部2人前ずつ頼んでて、信じられないぐらい唐揚げとせせりと刺身が俺の宅に来て、でその後何人か格ゲーマーが帰って、フリーダさんが来て、フリーダさんがこの前そういえばアリケンさんとフルパでマッチしましたよって言われて、えそうなんすか、えどっちが勝ちました、俺って言われた。なんだボコボコにするしかないんだよ本当に。ゼロスとフリーダさん、ハイタニ先生、この3人をボコボコにしてみてください。